まあ、唯一ハニーが何一人で笑ったの。いや今間違ったんだ、名前呼び方2回間違ったの、あの 3個呼んじゃったの、自分の名前忘れたから。てかさ、思ったんだけどさ、同居人もさ、どもりよね。うん、そうよ、それは昔からよ。それ今気づいた、うんうんうん、なんかどもるっていうワードを最近、うんうん、あれして気づいたわ、うん、でね、今回のとこめちゃくちゃいいんだよ。ハニーかわいいよね。何今女と男で何パーセントなの。何がその割合は。男と女、うん、ほぼ女の子だよ。あ、そうなんだ。うん、それでは何も気にしなくていいよ、女の子で。別に男でも女でも何も気にすることないやろ。いや、なんかもうすごかったよ、あんたの。あんた見た方がいいよ、本当に。あの、1ヶ月ぐらい落ち着いてやばいよ。いいよ。でね、そうだね、本当ありがたい。前は同性が多いね、うん、なんか勘違いしてんだよね。あの、みんな飲む酒毎日飲んでると思ってるんだよね、この人ね。いや、毎日飲むと思ってないよ。毎日飲んでないし。飲んでたよ。いや、毎日飲んでないよ。あっちで、あっちでそんな飲んでたっけ。あんた知らん、あんた動画見た方がいいよ。いや、ほんと毎日飲んでたのよ。まあ、一時期多分週4飲んでたかもね。週4じゃない、毎日で。いや、それはない、マジでそれはないよ、うん、まあ、毎日週7はないって。まあ、ただね、そのそうやって女の女性の方がいるんやから、新しい時期バトル、みんなで楽しみ方をやった方がいいんじゃないの、うん、ももちゃんいらっしゃい、うん、もうなんか分からんけど、俺は、俺ただの素人やからね、福ちゃん。まあでも、なんつうんだろうな、あの、同居人とはお酒飲むことがないんだけど、友達と遊ぶときは基本飲むんだよね。それと近いものがあるね。うん、なんかこう会話をするときにお酒飲んだ方が楽しいっていうのがある。そう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 。だから女友達ってか、もうなんか10代とかだったら違うけど、もう20超えたらさ、なんか遊ぶことって酒飲むこと以外ないじゃん、基本。あ、待って。250ナイス言ってた。ありがとう。250、嬉しい。ありがとうございます。ありがとう。行かないかな、もうちょっとナイス。本当は1日300とかね、行かないとね。やったぜ。眠いわ。ありがとう、ゆきちゃん、うん、11月配信終えなきゃんか始まりました。さすがイベントか。そうだね、そろそろもうちょっとしてから寝ようかな。何イベント、なんか定期的にね、イベントがあるんだよ。イベントって何が起こるの。あ、ありがとう。あ、ありがとうね、忘れてた、ありがとう。なんかイベントは、なんつうの、なんか1週間ぐらいかな、あ、まあ3日から1週間ぐらいあって、イベントが、うん、で、なんかこうランキングを競う。で、あの、何、あのパチンコで言うなら大当たりの時が来るの。ん、いや、要するに、あ、だからキャバクラでナンバーワンになれるかみたいな。だからあの、そういうイベントタイムね。そう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 、あのハッスルタイムみたいな感じで。分からんけど、山形で言うなら、うん、うん、そういうのがあるんだ。そう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 、そういうのがね、定期的にあるわけ。え、ひでえな。大丈夫なの。は？いや、その会社も大丈夫なの。
それあんま言わない方がいいよ。うん、分かった分かった。ハッスルタイムって何？ん？ハッスルタイムって何？俺あの山形、あ、ごめん、山形行ったらいかんな。昔あの地方行ったんだよ、うん、で、地方でね、うん、なんか短期大学とかそういう大学の女の子がいるかなと思ったら、おばちゃんしかいないんだよ、おばちゃんね。ギャンブル全然しない。あ、俺が？うん、いや、ギャンブル好きなのってハッスルタイムって言うから、うん、ギャンブルって。いや、だからそこの店でずっとね、うん、ハッスルタイムってそれエッチ系やろ。いや、違う違う、他の客が来るまで、うん、もうタダでもいいから、あのずっと拘束されたんだよ。エッチなお店でってこと？エッチじゃない、もう俺もうベルト落とし外してくれって言われて。セクキャバね。セクキャバじゃないんだよ。って何？ピンサロで。ピンサロって何？なんかもうなんかおちんこだけって話。ってこと？おちんこだけいいですかみたいなのをなんか20代の時に言っちゃってね。意味わからん。田舎の東北で。だから抜きってことやろ？うん、抜き抜きやけど。ありがとう、サファイアここ。なんかもうね、細木和子さんみたいな人が出てきてね。いや、お母さんよりも年上やから、うちの。どうしたらいいですかって、ちょっともう本当にそれは無理です。え、断ったの？無理ですって？女に対して。お母さんにね。お母さんに無理ですって言ったの？お母さん。最低やん、あんた。女やで。でもう、いやもうとか言われたから、もう本当すみませんとか言って、もう本当にそのハッスルタイムはちゃんと何時間か付き合いますんでとか言ってね、傷つくんだけど。私が女でちょっとごめんなさい、うん、お母さんなんでって言われたら相当傷つくよ。だって70ぐらいするよ70が働けるわけないやん。いやいや、もうずっと東京からいろいろ移ってきたから、もうかわいそうで俺も言えないんだよ。いや、70は持ったやろ。いや、本当に70なわけないやん。70がピンク系のお店で働けるわけないやんか。いや、東北は大丈夫だよ。俺最初ね、40って聞いてたんよ。で、40って聞いててね、あのパッと見た瞬間にね、あのなんか50の人ちょっとナイスお願いしますって言ってみて。いや、それは言えない。いや、言っちげえ。それは俺は、ね、なんでそんなこと言えんの？ナイスって無料だよ。俺配信者じゃないしで、なんでそんなことが言えないの？いや、だって俺配信者じゃないし。ナイスって言って。いや、それはできない。ちょっとトイレ。ふくちゃん、ふくちゃん、ふくちゃん、かわいい。だから静かにしすぎ。静かにしなさい。ご飯？ダメだって、もうあげちゃう。お腹が膨れちゃうって。だからね、もうね、本当熱海久々で楽しみなんだよ。で、今度のところ変なプライドあるじゃん。いや、変なプライドじゃないよ。俺は配信者じゃないよ。もうだからあれだね。ん？あのブレンディーのあの何あの なんだかね。俺も別にそんなやりたくないんよ。え？そんな迷惑かけたらいかないの？俺も本気でやってないんだから。シャシャリーなんとかのシャシャリー眉。うん、でもね、楽しいんだよ。ん？楽しいんだよ。なんかほら、いやいや、俺頑張ってほしいと思うのよ、あんたに。あの、今までにないじゃん、うん、今までにない感覚じゃん、うん、こうやってね、知らない人と会話してるんだけど、うん、でもなんかね、謎なこう、なんていうの、でしゃしゃり出てたから、もう友情が芽生えるわけよ。演じしただけで、もうなければ別にどうでもいいや。逆に言うとそれ無理や。いや、でもね、じゃあ
前ね、正直言うとあんまり気にしなくて。いやいや、それならどうでもいいんだよ。どっちで。だからもう無理だよね。なんか値段的にはあっちはつまんないんじゃない。でだからあんたも炎上起こしたなら別にいいんやけど、だあの炎上起こしても閲覧は増えてもいい、うん、あの別にうまみないからね、正直言うと、うん、でこうやっていろいろ女性の方がこうやってるならそれでいいんじゃないの。でも男もそのガリバーさんっていう人もおって、いやそれやめてよ、もうやばいの、な名前いちいち言うのやめて、うん、なんか言ってるよ、ありがとうとか言ってるから、うん、まあ別に女の人でもその人でもいいんじゃないの、うん、なんかみんな幸せになるなら。いや別にそんなにねえ福ちゃん、俺とお前20年、1ヶ月ずっと俺とお前とあれだもんな、俺とお前と、もう本当にあの、うん、天がね使う気もなかったあれ、携帯もう一個どこやったっけ。かわいいね、福ちゃん、福ちゃん、福ちゃん。でみんなさ、今12時だ、今から何すんの。かわいいね、福ちゃん、福ちゃん、福ちゃん。みんな暇だったらもうちょっとやろうかな、うん、寝る、うん、まだやっててほしい。あともう20分ぐらいやろうかな。はい、すごいね。まあ時間的にそうだよね。今から酒飲む？何かやってたら？あ、今から飲みに行く？やっぱねえ、まみちゃんもさ、最近ね、よく定期係やってくれるんだけど、やっぱり酒好きなんだよね、絶対に。あともうちょっとやる。いや総理って優しいんだよ。あのね、優しいから男にね2000万騙されたことあるね。2000万だっけ？ん？2000万やっけ？900万。900万？うん。いや、もったいな俺にな。2000万って言ってたぞ。2000万って言ったの？そうよ。飲み始めたんだよ。そうなのよ。いや一緒。私もそう。もう本当はもう、いやその話はやめて、幸せにならない自分で。そんな話しないんだけど、私も飲んだらもう終わんないんだって。あ、ケイト酔っ払ってたんだ。で前も飲んじゃったじゃん。だから止まらないわけよ。え、怒られてないよ。福ちゃん、福ちゃん、今が幸せですよ。ただそのなんて言うんだろうな、なんかそれ、でも犬かお前は。あのね、それはね、それも悪口になっちゃうからね。じゃあ何やっとん。ただ別に何て言うんだろうな、さ、今まで一緒にいた時間っていうのはさ、幸せだったから一緒にいたわけじゃん、うん、やっぱ辛かった分一緒にいるのって幸せを知ってたからだから、それでいや幸せじゃなかったっていうのは違うからね。